缶詰で簡単、グリーンカレーの冷やしうどんを紹介するよ。グリーンカレー缶は冷やしで使うと、油分が固まってブツブツのスープになってしまいます。事前に冷蔵庫で冷やしておくと、側面に油分が固まって、スープには入りにくくなりますよ。付け合わせの野菜も一口大にして冷蔵庫で冷やしておきます。ここからは食べる直前で OK。冷凍うどんはお皿に乗せて、レンジで加熱します。溶けたら流水で締めて、水気をしっかり切ってくださいね。ここにグリーンカレーの汁、水と氷、めんつゆを入れて混ぜます。最後にお好みの野菜とグリーンカレーの具を乗せたら完成です。グリーンカレーで食べる冷やしうどん、めちゃくちゃ美味しいよ。ぜひ作ってみてね。